ツ博多から進出したモスナベタッシュですね。このビルの8階にあります。モスナベタッシュ、こちらですね、福岡大名本店で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 全国に12店舗ですね、チェーン展開してます。コースメニューもお値打ちですね。やっぱ本店が博多にあるだけあって、博多は基本的におもてなしの心が非常に強い、こだわりを持っているため、安くて早くてうまいもつ鍋を提供してくれますね。もちろんもつ鍋に限らず博多ラーメンもそうですよね。なんかヤフーとか YouTube で調べたら290円の豚骨ラーメンがあるみたいです。それ、が一番人気らしいですね。今日は女性に人気のタッシュ鍋ですね。辛味噌と日本の味噌をミックスした秘伝のもつ鍋を堪能させていただきました。締めは雑炊かちゃんぽん迷ったんですけど、雑炊でしたね。ただ本場博多ではちゃんぽんが当たり前、ちゃんぽん以外は認めないまで言わないですけど、認めないらしいですね。今日は博多出身の友人を連れて行きました。ワンドリンク制ですね。はい、こちらが前菜ですね。スモツキュウリ、シソ明太子、キムチですね。どれも抜群の美味しさでしたね。あっさりしていながら味もインパクトがあり、味がしっかりしていて、一口目のインパクトは最高でしたね。こちら辛味噌でしたね。そこまで辛くなかったですね。旨味もありコクもあり、辛さだけじゃないぞっていう感じでとても美味しかったです。さあこちらがタシュウモツ鍋ですね。はい、コクがあり深みがあり旨味があり、とても美味しいもつ鍋でした。もつも小ぶりながら20個ぐらい入ってましたね。はい、こちらですね。イメージと色が、さらに追加のもつも醤油とか味噌じゃ後から持ってきてくれましたね。野菜ももちろん持ってきてました。こちらはもつ鍋ではナンバーワンかなと僕は思いますね。それだけ美味しいタシュウモツ鍋でした。最後は締めの雑炊でしたね。ちょっと卵でまろやかさになり、ちょっと甘みが増したので個人的にはあれかなと思ったんですけど、まあ締めにはちょうどいい雑炊でした。雑炊だと一人頭220円高くなりますね。はい、さらに締めはタシュウモナカアイスですね。こちら美味しかったですね。なんか甘みが強すぎず弱すぎず、ちょうどいいバランス。ぜひご来店お待ちしております。ではバイチャー。